はい、ということで今日はですね、ダブルの悲劇映画版についてお話をさせていただきます。こちらですね、1984年にですね公開されまして、その年のですね、歴代第4位の売り上げになっております。15億円ですね。これはアベノマスクの何倍分でしょうか。と言ってもですね、まあ当時は2本立て、邦画って2本立てだったんですよ。で、もう一本の方が、原田知世さん出演のですね、天国に一番近い島。まあ当時はですね、原田知世さんも人気があったので、まあ2つ合わせて10億円ということだと思いますけどね。で、薬師丸ひろ子さんについてちょっとお話をさせていただくとですね、彼女はですね、野生の証明で高倉健の娘役でオーディションを受けて、デビューすることになります。で、その後ですね、こう学業に戻ったりですね、女優になったりっていうのをちょっと繰り返すんですけども、中でも高校生の時に出たですね、セーラー服と機関塾が大ヒットしまして、その後ですね、一度、学業に戻って、で大学生になってから定期的にですね、薬師丸ひろ子映画っていう感じでですね、映画を撮り出すんですけど、薬師丸ひろ子さん、私正直、まあ、中学校1年生ぐらいからだったと思うんですけど、あんまり興味がなくて、まあ映画もですね、あ、薬師丸ひろ子映画っていう感じで、薬師丸ひろ子を今回は採用ってする映画ではなくって、薬師丸ひろ子ありきの映画っていう感じなんですね。今回は何の映画にしようか、彼女のためにっていう感じだったので、まあ、あんまり興味はなかったんですよ。ただ W の悲劇は、私の大好きな原田知世さん主演の天国に一番近い島の2本立てだったので、まあ、一緒に見たんですね。これがなかなか良かったんですよ。で、ストーリーについてちょっとお話をさせていただきます。これはですね、夏木静子さんの原作の W の悲劇という小説があるんですけども、これはあるお屋敷で起こる殺人事件の話なんですけども、それの映画ではなくて、それを舞台化するっていう時の劇団員の話なんですね。で、見て、映画を見てる人はその、夏木静子さんの、小説の舞台の部分と、あとその裏でのですね、役者たちの物語っていうのを2つ見ることができるので、これも面白い映画だなと思いました。で、まあ、ストーリーの方ですね、ちょっとお話をさせていただくとですね、まあ、薬師丸ひろ子さん演じる三田静香さんっていう人なんですけども、彼女はですね、女優を見て、夢見て劇団に入るわけなんですが、どのオーディションを受けても受からないっていうね、でもポジティブに頑張ってる女優さんなんですよ。で、ある時ですね、夏静子さん原作の W の悲劇を舞台化するというになった時にオーディションを受けるんですけど、また落ちます。で、その主役まこちゃんに選ばれたのが、薬師丸ひろ子さんの、親友である、まあ映画上ですね、親友である、高木美帆さん演じる、まあ劇団員の女の子なんですよ。で、そのまこちゃん、主役のまこちゃんのお母さん役が、あの大女優の三田佳子さんが演じてたわけなんですね。で、まあ、役者の魅力は、まあ、頑張ってですね、まあ、小さな役を得るわけなんです。一言しかセリフがないんですけども、あとは舞台のお世話をするっていう、役をすることになるんですね。で、物語はですね、大阪公演の時に大きな展開を迎えます。ある事件が起こるんですね。役者がですね、泊まっていた大阪のホテルでの出来事なんですけども、薬師丸ひろ子が深夜ホテルに帰ってくると三田佳子に呼ばれるんですよ。三田佳子の部屋の前を通った時なんですけども、こっち来てって呼ばれるわけなんですね。で、入っていくと中にですね、ベッドの上で初老の男性が裸で亡くなってるんですよ。で、三田佳子さんはバスローブですよね。もう何があったかっての分かりますよね。苦情師です。で、三田佳子さんは、が言うには、まあ、彼はですね、パトロンだったらしいんですね。大社長さんなんですけども、まあ、売れてない頃から面倒を見てくれた人らしいんですよ。で、最中にこうなって亡くなったと。もしこれがバレると、大きなスキャンダルになってしまうと。で、静かに、代わりにあなたの上で死んだことにしてほしいというふうに言うわけなんですよね。で、三田佳子、もちろん、薬師丸ひろ子は断るんですけども、代わりにこれを受けてくれたら孫役をやると約束したんですよ、三田佳子の方が。で、薬師丸ひろ子は意を決してですね、それを受けるわけなんですよ。で、最初はちょっと怖かったんですけど、三田佳子が、あなた女優でしょ、やれますって言うんですよ。で、
薬師丸くんは決心して、亡くなった男性をですね自分の部屋に連れて持ってきてですね、でフロントに電話かけて男性が亡くなったと。でこれはですねもう一夜のうちに愛人ということで、まあ世間に知れ渡ってしまうんですけど、三田義久はかばうんですね。で、大阪公演が終わって東京公演になった時の練習中にですね、今度三田義久が真子の役をですね薬師丸くんにあげるためにですね高木美帆に対して嫌がらせをするわけなんですよ。で周りの、劇団の、まあ、スタッフたちにも彼女のような大根役者とはできないみたいなことを言うんですよ。で引きずり落とすんですね彼女をですね役から。そしてですね、薬師丸ひろ子がいいというふうに挙げてですね彼女に役をあげるんですよ。これすさまじいストーリーなんですけど、何がすごかったかっていうと三田義久のその時の演技なんですね。大女優を演じるんですよ。で高木美帆さんをこういじめる時の演技がすごいかっこいいんですよね。で薬師丸ひろ子さん、まあ、これでこの W の悲劇でですね、まあ、アカデミー賞かブルーリモンか分かんないですけど、まあ、賞は主演女優賞を取ってるんですけど、演技、まあ、上手だと思うんですけど、役柄的になんかちょっと大根っぽい役なので、なんかこれ演技でやってるのか素なのか分かんないみたいな、まあそこがうまいんでしょうけどちょっとよく分かんないんですよね。でも三田佳子さんって演技でやってるの分かるんですけど、ものすごい迫力あるんですよ。そのコントラストがすごくて、なんかストーリーもそうなんですけど、やっぱり演技がすごかったんだろうなとあの映画は思いますね。だけど私的には完全に三田佳子に食われた映画だったと思います。まあ、世間はまあ薬師丸ひろ子映画としか見てないと思うんですけど、 W の悲劇を普通の映画として見たら三田佳子がもう輝いてる映画でしたよね。これはまるでですね X の好奇の福山雅治に対する堤真一、そしてベストウェイングのジュリア・ロバーツに対するキャメロン・ディアス、そしてジャジャーマナラシのですね水木有沙に対する、内田有紀、みたいなもんなんですよ。もう完全にですね三田佳子はね、薬師丸ひろ子食っちゃったみたいな感じですよね。でも素晴らしい映画ですので、もし見る機会があったらぜひご覧ください。ということで今日の昭和の男は、W の悲劇でした。それでは。